はい、復活しましたね。治ったね、うん、熱没したんださっき言って、うん、はい、皆さんこんばんはね。ちょっと名前読めなくてごめんなさいね。見れてます、だいぶ良くなったでしょ、うん、ちょっと画質がね、うん、どんな感じなんだろう今。どんな感じかな。画質がどんぐらい、うん、わかんねえな。わかんねえ。画質だ、うん、画質はいいよ。うん、なってるね、オッケーね、うんうん、はい、じゃあ行きましょう。はい、すみませんなったでしょ。はいはい、はい、皆さんじゃあね、行きましょうか、はい、音鳴ってますね。音鳴ってますね。綺麗、うん、ありがとうございます、うん、ね、うん、なんか熱ボスしてんって再起動して治った、うん、一発で、うん、まあ、この辺はあれだね、うん、まあ、一回枠閉じちゃうけど、うんうん、なんとかなるかなと、うんうんうん、思いますね、うん、何これ、うん、いいのか、うん、さあ皆さんここです、うん、ここですここです。怖いっすよここ。本当に怖いのここ。夜怖いじゃないですか。夜、確かに夜怖いです。死ぬ場と違うんですよ、うん、死ぬ場と違うね。綺麗でしょ、うん、生き返ったね、うん、さっきの時にもう熱暴走してて多分、うんうん、ね、もうカブカブだったんだね、うん、細くしてたからね、うん、ガチでしょ。さあ行ってみましょうか、ここ、うん、行ってみましょうね。雰囲気ね、うん、今ゼロ人、ゼロ人になってるけど、うん、ね、公園、そう、公園っていう、公園なのか、これ、なんていうのかな、ね、公園じゃない、ね、緑道って、緑道なんだ、緑道なんだな、ね、親、うん、親に水の緑、うん、と、ね、緑の道、そうね、うん、今見ちゃったサラミーマンの場所、170度上がりますね、どうもね。カウントされてねえんだよ、なんか、うん、もまあね、親の水って公園みたいなね、うん、おお、おお、気をつけて、危ねえ、ここ気をつけて、こっちの方気をつけて、危ねえ、吹けるぞこれ。そうそう、お、ここね、うん、どうなんだろう、枯れてる、クモの巣、うん、危なっ、うん、このサラリーマンが座ってたんで、いきなり出るの、うん、焦った、うん、そう、なんかベンチになんかふっと人が見えたと思ったら、うん、サラリーマンの霊がいた、うん、まあ、リアル人間なんですけど休んでて、ここはね、うん、気をつけて、うん、何、うん、何、うん、何、何でもない、何、なんかいた、うん、あ、すいませんね、うん、はい、了解、ベンチがね、ありがとうございます、ね、うん、ベンチどこだ、ベンチ、これ広いんですか、うん、広いの、ここ、うん、そんなに広くない、そんなに広くない、うん、すぐ終わっちゃうよ、多分すぐ終わっちゃう、うん、すぐ終わっちゃうって、うん、じゃあ参加者も行けるじゃない、あ、行ける、すいません、ここ私の地元です、うん、そう、警察のお散歩さて、わかんないけど、ここね、ほんと夜な夜な女性の霊が出るって言うんだよね。そうなんだ、うん、女性の霊が出るって、うん、6年前、うん、自殺じゃない、うん、自殺なのかわからないんですけどね、うん、夜な夜な女性の霊がすすり泣く、すすり泣くっていうのを、うん、あの私の、うん、あの尊敬する神殿配信者が言ってました。あ、そうなの、どれか、うんうん、もう忘れてるよそうなの、うん、こんなん明るくなかったよね昔、うん、こんなんついてなかったよね、なかったよね、あ、なかったなかった、昔は、うん、昔は真っ暗だったよ、あ、なかったっていうか俺昔知らないんだよ、うん、昔なかったよ、うん、こんなの、こんな明るくなかったよ、うんうん、うん、
びっくりした、見たでしょ、うん、そう見たでしょ、うん、俺ね、ここでね、うん、何もな、何もあ、トイレありますよ、うんうん、何もないのに、うん、ね、あ、見えないね、おやすみなさいね、なおさんね、竹がね、カンカンって音がしたの知ってるの、うん、マジ、うん、カンカン、あ、それでカンカン、開けてくれよ、昼間ね、ウォーキングで、ケツーさん、昼間一回ウォーキングでここ通ったんですけど、うん、それ動画配信したやつで、うん、藤井さんが、うん、と霊が映って言われて、うん、開けてくれよ、霊が映ってるやつを見させてもらいました。まあそれはいいんじゃないですかね、うんうん、ね、あれそう、小まぐれね、多分結構スマホ、メンタル近いんで、スマホバグってた、スマホバグってた、バグってた、いや、いいんじゃないですか、散歩でしょ、うんうん、散歩してるんで、うん、ね、いやー、初めて、皆さん、どうしたの、本当いないよな、ここ怖いぞ、ここ怖いよ、あ、覚えてる覚えてる、ここ通った通った通った、記憶が分かった、夜は本当歩けないですよ、ここ怖くて、ここ通った、ここ怖いんですよ、本当にここ通った、うん、うん、開けてくれ、おーい、うん、こんばんは、水田さんいらっしゃい、うん、お久しぶりです、そう、さっき人いたのびっくりしたよ、ね、おーい、どうせ勘弁してくださいよ見たの、ここ夜撮るの嫌なんですから、見たの、ここ記憶ある、ここ多分ね、1時間2時ぐらいんですよ、ここ、うん、なんか出るって噂があるのは本当、うん、怖い、今の時間はもうまだね、うん、電車の時間があるんで、うん、結構帰りここ通る人がいるみたいなんで、そうそういうのが歩いてきた、本当だ、うん、今電車の時間だから、はい、いらっしゃい、立って、あこさんいらっしゃい、どうもね、はい、前回トミさん来た時は、うん、まだ電車、もう特に電車通ってた、うん、もう終電後だったからさ、うん、あれ、今あった、うん、あれ、え、お化け、え、お化け、お化けだった、お化け、こんなとこ座ってるんですよ、で、あの、うん、短いんだけど、うん、俺の怖いものがあまり好きじゃないのがあるんで、途中、うん、左がいた、え、左がいた、いた、いた、うん、本当に、本当、え、あれ、スマホ忘れた、まあ、いっか、スマホ忘れた、うん、車忘れた、じゃあこれ使う、あ、大丈夫、こっから行ったよね、ここ明るいじゃないですか、ロールさんね、前配信したのは、うん、配信した時は、ね、うん、こっから上がってきたんです、こっから下がってきた、あ、こっから下がってきたんだ、うん、ロールさん前来た時はね、こっから、うん、こっから下がってきて、こっち歩いてきた、あ、こっちなんだ、うん、ね、うん、ここね、あの人いる、人にいたね、うん、ここ電車がまだ走ってるんで、終電前だと結構ね、何か通るんですね、ここね、すごいね、ここね、うん、結構人はいないけど、そんなに人はいないけど、うん、2人しかいないから、うん、人はそんなに歩かない、うん、だってこんな前で明るかったっけな、多分なかったんじゃない、前見て、ね、前行った時は結構明るくなかった、そうでしょ、うん、でしょ、暗かったよね、うん、うん、何人かいないよ、うん、いや、なんかね怖いよね、森さんもこれ教えてくれてないよ、ここは、うん、ここは教えてないよ、復活しました、しばさん、よかった、いや、何人だろう、ゼロのままなんてね、ゼロのまま、そう、あ、俺187人いるけど、いますか、あります、でも、ね、うん、でもう一回入り直したらと変わる、うん、278人になった、今、うん、変わった、100人増えた、増えました、ありがとうございます、うん、ね、暑いよね、でもね、暑い、これ何、この下、あ、この下、ただ見て、あ、でも、ほんと、ただの道がちょっとそこで途切れてる、あ、途切れてるんだね、うん、ここね、前ね、総帥さんにも言われたんですよ、ん、総帥さんにも ここのこと聞かれたんだけど、うん、で、2月か3月だったんで、寒い時期だったんで、うん、寒いから行くのやめますって、うん、
創生さんから、まあ、ここに民家あるからね、うん、うん、そうそうそう、民家あるんですよ、ね、そう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 、これこれだと別に3分ぐらいの時間だったらね、うん、見つけてね、うん、あ、こんばんは、どうもね、若さんいらっしゃい、どうぞ、そこね、うん、ここ何、多分覚えて、すぐ思い出すと思うけど、思い出すよ、きっと思い出す、これ電車の方だ、電車の方だ、バラバラ吊り橋、うん、わかんない、野鳥の会のあれ、ね、うん、鑑賞用なのかな、吊り橋があるんだ、うん、吊り橋、ちっちゃいんちゃうし、通ってる、うんうん、ここ苦手なんですよね、苦手なの、うん、なんでちっちゃいけど怖いの、揺れるから、ちょっと、うん、ちょっと苦手なのここね、ちょっとね、うん、勘弁してくださいよ、何ダメですちょっとどうぞダメです、いいよ、どうしたら勘弁して、勘弁して、すげえ揺れる、あ、こういったな、こう覚えてるわ、うん、野鳥のね、うん、こんばんは、どうも、野鳥の観察用ですね、敵がいないか、うんうん、いませんか、うん、敵いませんか、この辺にね、何が出るのか分かんないんだけど花さん、こんばんは、そうそう、あっちいな、ここ、こっち暑いじゃん、白装飾って聞いてんだけどね、何、何、こっちで、どうぞ、どうぞ、どうぞ、揺らすのやめてくれ、揺らさない、揺らさない、大丈夫、こう揺らさないよ、花火に行って飛んでいった、揺らさないでしょ、うん、揺らさなかった、さっき揺らしたじゃない、さっき一応揺らせないですよ、足が疲れたからランニングしたんですよ、うん、いや結構揺れんだよね、でもね、今の時期、うん、夜だからいいけど、はい、どうも ね、うん、はい、ね、昼間ここほら、うん、ヤモリ、イモリが通ってんだよ、あ、そうなの、それ見るとここ通れなくなる、ヘビは、ヘビ見たことない、ヘビ痛いの前、ヘビはね、前、うん、あの、こっちのカタベラ川ってもっとでかい方、うん、あっちの方に出る、あ、そうなんだ、うん、すごいね、これね、うん、これ何、昔のなんか、うん、そう、ここタケノコも取れるらしい、暗いよ、タケノコ見て、このライトじゃ暗いでしょ、そうそう、見てよ、これ、そう、ケツ映っちゃうよ、前行くと、うん、うん、あ、虫だ、どうよ、これ面白い、うん、俺面白い、うん、暑いな、ここ、なんでこんな暑いの、なんだこの暑いの、地面に、地面に暑いよ、うん、うんうん、もう汗だるダクダクだよ、うん、もうちょいで終わりだよ、もうちょっと終わり、うんうん、早いな、終点、うんうん、あと、そしてその後ど、ドロさんどこ行ったか分かんないけど、うん、でも、あと片平川のそこまで行ったみたいだけど、うん、行ったので、どっか歩いて行った、歩いてたの、うん、ここから歩けんな、そこまで見た、歩けんの、うん、歩こうと思えば、うん、あの、うん、怖い怖い、うん、女性の霊が出るっていうところも行けるし、どこどこ女性の霊って、うん、あのね、うん、西屋、西屋の駅からっていうか、ああ駅からとかさ、もう近いのこれ、近い、西屋の、そんな近くもないけど、近くないでしょ、うん、車行った方が早いでしょ、15、6分歩いちゃうな、いや、そんな歩くないと車行った方が早いでしょうん、何、今ドンって言わなかった、ドンって言った、いやー後ろ振り向くと怖いな、ね、後ろ振り向くと怖い、はい、だってニコさんこんばんはね、歩く人いないもん、やっぱりいるのかな、お疲れ様ですね、うん、どうもね、歩く人いないよ、やっぱりいないよね、暑、暗いもんだって、うん、はい、お疲れ様ですね、お疲れ様です、暑いです、うわ、足に来てる、はい、こんばんは、でもね、いらっしゃい、うん、そう、リアルタイムですね、20キロ走って、見に来ました、うん、お疲れ様です、宮崎さん、ありがとうございます、20キロも走ったのはすごいな、すごいな、
いや、僕なんか何キロ歩いたんだろう。何キロ歩いたろう。相当歩いてるよ、今日。今すでにもう2時間ちょっと以上歩いてるね。うんうんうん、これ終わり？うん。それで、ドルさんは前来たときは、うん、そこの片平川を見て、うん、で、ぐーっと右に歩いてって、橋渡って行ったんじゃない？どこに？わからない。それまでしか見えなかったから。本当。うん、でも、なんかその時誰かいるって言ってたの。いるって、うん、これ何、これで有名なところ、うん、これでかいところ、有名なところなんだ、うん、片平川、あ、ここね、新緑地のことだって、いつもあるから、うん、すごい音してない、そうそうそう、水の流れる音、何この流れ、片平川すごい、前もすごい音、すごいね、うわ、ね、読めないね、ちなみに、うん、ここ歩いてたんだ俺、こっから歩いて10分ぐらいに、まあ、こんな歩けないで、うん、もうだって外歩いてるからね、うん、歩いてるよ、ね、うん、実は早いよ、あ、そっか、映っちゃうよ、あ、そっか、そっか、そう、前行っちゃったら、そう、見とかなきゃ、やっぱり、ね、うん、はいはい、いやいや、自分が映っちゃうから、うん、俺もほら、疲れてる時は反応鈍くなるから、わかりました、そう、なるべく後ろの方がいいよ、うん、映っちゃうから、ね、うん、暑いね、なんか仕事した、何何したの、あ、なんかしよ、あ、じゃ怖いよね、こんばんは、ともね、うん、マオさん、こんばんは、暑い、いや、マジ暑いね、うん、そうだね、川でね、うん、いや、本当に暑いよ、地味に暑いよ、今日も、痩せるかな、痩せるかな、今63も増えちゃったからな、62で今58も落とさないかな、あ、すいません、気をつけてたね、ありがとうございます、まあ確かに暗いったら暗いけどね、うん、暗いったら暗いけどね、うん、ナイトショットでやるとこう、うん、暗くなるよね、そこにね、うん、そうすると、こうするともうちょっと雰囲気あるじゃん、やっぱりあれですよ、うん、影響ある人でもここまだいないんじゃないか、分かんない、分かんないね、うん、本当暑い、俺暗くて見えねえもん、先が、暗くて見えねえ、開けたら手が、配信すると絶対救急車の音が鳴るっていうのが、うん、気になるんだけど、うん、この場所はね、どこだ、神奈川県、神奈川県、うん、横浜の方、横浜の方かな、そうだね、今日はね、うん、うん、いや、ほんと暑い、虫かな、うん、カブトムシいいのかな、カブトムシどうだ、あ、カブトムシね、どうなんだろう、うん、うん、ここに5.5キロ捨てたの、ここ30年ぐらいいるけど、こんな夜中に歩くの初めて、見えた、ん、電車の音か、電車の音、さっきホーホーって聞こえたような気がした、マジ、う
なってるね、ビュークスね。ああ、夜やっぱり。いや、でも一番初めのさっきのあの峠のが怖いな。峠怖いね。ああ、あれは怖かったな。あそこ怖かったね。やっぱり。ね。音がね、うん、なるよね。こんばんは、どうもね。たくさんいらっしゃい。ここはまだね。スネークさん、こんばんはね。いらっしゃい。電車の音するし。うん。まだね。暗いだけってことだね。そうだね、雰囲気がね。うん、今日はね、もう横浜の方かな。うん、暑い。暑い。体が重くなるな。うん。間に合ってよかった、皆さんね。本当暑いですよ。もう汗がびしょびしょ。びしょびしょ。もうパンツまでびしょびしょですよ、もう皆さん。うん、どうします、うん、ね、うん。家から近いの、マサさん、ここ。え、じゃあ来ないと。え、なに？マサさん。近いの？家から近いって？近いの？え、マサさん、いいから近いって？じゃあ俺のとこからも近いってことじゃん。止まった？え、うん、え、暑い、暑い、暑いね、暑い、マジで、うん、止まってる？この辺本当不気味なんだよね、うん、どうやら分かったよね、さっきね、リオさんね、うん、半端ないよ、もう暑い、めっちゃ暑いもん、やめとこ、暑いね、汗がね、すげえ寒いのに、こんな暑いんだ、寒いんだ、ここ、うん、冬寒いっすよ、ここすごい、夏は暑い、虫はいねえけど、うん、あんまり飛んでこないけどね、うんうん、そう、そうなんですよ、ここ虫鳴かないんですよ、あまり、あ、リオさん、一箇所も見てなかったんだ、はい、おはようございますね、うん、やばいよ、本当に一箇所目、二箇所目がね、もう半端じゃなかったからね、うん、ロング版ですからね、もう最初からロングなんなっていうの分かってたんだけど、うんうん、そっか、そう、うん、うん、あ、ブリさんね、こんばんはね、あれとね、うん、休憩しましょうね、うん、ここでもなんか前に誰か映ってたって話聞いたことある、電車か、はい、どうもね、好きで向かってもらって、はい、了解ね、ありがとうね、こう出そうな雰囲気だよね、出そうっすよね、大丈夫、今一瞬寝そうになりましたけど、寝そうだったでしょ、うん、なんかあくびしたもん、バレたか、うん、一瞬、ね、眠くなってきた、終わりにしますか、うん、うん、ほんと静かすぎません、静か、で虫も鳴かないじゃないですか、虫も来ないよね、開けて、うん、こんな明かりライトつけて、え？え、何？違うか。何？ん？なんか奥田でも合ってんのかなと思った。あ、うん、あ。なんかちっちゃい神社があるんだね。うん、いた？はい、団子さんこんばんはともね。はい、蓮さんこんばんは。起きて起きました。まああまりにも暑さにね。まあ死ぬべきだ。本当死にそう、この時期は。うんうん、今日頑張ってるでしょ、だって頑張ってるね、ドルさんね、今日2時間ちょっとやってるでしょ、うんうん、頑張ってで、なんか腰痛いって言わないもん、今日はね、またこれいいんだよね、屁、うん、が出るけどね、うんうん、あ、出た、ごめんなさい、屁、うん、が出ちゃった、うん、最初は恥ずかしがり屋だと思ってたのに、ごめんなさいね、屁が出ちゃうんですよ、うん、はい、よしさんこんばんは、だってよって、うん、やばいよ、あれ、ここ涼しいな、うん、涼しいね、うん、そうだね、うん、こっちから来たんだ、こっちだよね、うん、そうそうそう、昔、ドルさんこっちから来たんだ、あ、こっちから来たんだ、うん、頑張ってます、うん、うん、首荒れ移動どこだっけ、首荒れ移動どこだっけ、どこだっけ、昔
首洗い結構昔だと忘れちゃうんだよ ねここもね、首洗いってどっかあるはずなんだけど、あんの分かんないんですね。あ、井戸なくなったんだ、井戸なくなったんだ。首つかしか分かってないです、今、駅の近くのね。これに戦があったんでしょ。うん、そうそうそう、だからそれで出るのもあるんだよね、武士の霊もね、あの、鶴ヶ峰の合戦っていう、そう、そうそうそう、そう、戦があったんですよ、鳩山重忠、うん、で、武士の霊も出ると言われてるね、うん、ね、すみませんね、お前らつって。はい、こんばんは、どうもね。はい、ケンさんいらっしゃいね。出したい時ね、すいませんね。ここでしょ、その合戦で、鎌倉幕府が滅びたっていうか、滅亡したっていうところの合戦でしょ、そうなんだ、もうね、昔だから忘れちゃったな、まあ、行ったことはあるなっていう記憶は今分かった、思い出した、それが行ったなって。トルさん、過去の動画見てて、そういう話とかいろいろしてたんで、本当、そう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 、それで私もね、ネットで覚えました。水切れてる、水ね、首、あの声ね、声がしたとこね、俺2回行ったんだよね、そうそう、2回目がダメだったんだよね。そうなんだ、あそこも民家があるからね、そんな長居できねえんだよ、そう、オフラインだね、オフ、オフライン、そんなことないですよ、大丈夫でしょ、大丈夫ですよ、皆さんは夏休みはもう明後日からですか、それとももう夏休み、それとも明日から夏休み、そうなの、そっか、ね、羨ましい、僕には夏休みがない、俺にもないですよ、でもまあ9月からずっと休みですけどね、9月に、ね、9日行ったら終わりですか、あ、9日に行ったら終わり、9日行ったら終わりです、え、9日行かないでしょ、9日行くの、行くの、21日休みです、休みなし、あ、そっか、9日行くんだ、そう、僕は9日出勤したら、もうあと休みなんです、さっきこっちから来たから、何もないけど、こう行きます、そうですね、それで、あのね、西日本、四国、神霊、恐怖の現場、あなたは今夜俺の目撃者になる、ね、俺の白装束のセットのやつ、ロルさんあげますか、いらないです、いらないですか、いらない、いらない、それこそ熱い自滅するの嫌ですよ、なんか、あ、こっちも涼しい、暑いね、しかし、見れた、見れた、ダメ、大丈夫、復活した、お化け出るかな、どうだろう、眠い、眠くないけど、僕はまあ今、めちゃめちゃ暑いです、暑い汗が引かないです、水分取った、さっき、あ、クムス、クムスすごいな、さっきここにいたんだよね、まだいる、わかんない、座ってたんだ、いないな、いないな、ここに座ってたんだよ、本当、レイだったんだよ、いや、サラリーマンだったよ、ここに座ってたよ、ここに、ここに、ここに座ってたよ、あ、いてててて
あ、腰が痛い。今運動、あ、ストレッチ。はい、皆さん、定点です。今日の運動は定点しましょう。うん、定点。暑い。これ、遅いんだ、俺のやつって、ほら。これで、ほら、まだまだ始まってくるんでしょ。まあ、この、俺のこの iPhone って、遅いんですよ。だから、一回入り直せば。いてんてんてん。後ろ。うん。入り直せば定点になるんだけど。二度。左側不気味？不気味？暑い、すごい世界的さ。いや、マジ暑いね。うん、さっきここに座ってたんだよ、サラリーマンのこの位置に。でも、インナーがいい。ちょうどここに座ってたんだよね。うん、これ見えたの。なんでこう座ってたのか分かんないけどね、こんな暑いとこで。ねえ、こんな暑いとこ見てるの。暑い、もう汗ダクダク出てくるよ、マジで。初めてですよ、うん、この時間にここに行ったの初めて。うん、うん、そうだよね、冬が怖いよね、だからね。だからそのためにちょっとね、あの仕事をちょっとね、ちょっと今リフレッシュしないと多分治らないって、完璧に。うん、ある？例だったのマジ？そうだよね、ことだね。マッサージね。サラリーマンだって見ちゃったよ。皆さん見てなかった？いたでしょ。黒っぽくでしょ？いや、黒くなかったでしょ。黒くなかったの？ワイシャツ着てなかった。ワイシャツ着てたの？白っぽいのもこう。ね、いかにもですよ。え、さっき見た人います？見てない？俺見ちゃったの。向こうも目があったの。だと思う。オフラインになっちゃった？ダメ？またオフラインになった？猫悪い？また来る？ダメ？オフラインってどういう意味？んだから、あの、繋がってない状態になっちゃった。ああ、くるくるだ、今。くるくる。うん。でも、電波いっぱいあんな。ちょっと落とす？200ぐらいに落とそうか。あっ、そう。入り直したら大丈夫なんだ。うん。見えてないの？やばい？あ、俺こっちは動いてるね。動いてる？今、ちょっとガス落とすと。噛み込まれたな、首。たまにくるくるする。たまにくるくるだけ動いてない。今落としたよ、ちょっと画質をちょっと落としたこっちのやつ動いてる。なんで今くるくるやってない、うん、なんだろう、こう電波悪いよね、何気に。多分電波悪いんだよ、これ。電波悪いのかな、うん、ちょっと場所変え。うん、暑い。歩くと涼しいな、うん、はい、じゃあね、皆さんここでございました。一周回ってきましたね。この階段嫌いなんだよ。うん、今見えてます。はい、ありがとうございますね。この階段、首塚の階段よりまだ低いでしょ。低い、全然違う。半端じゃないです。半端じゃない。石垣が違うもん。すごいか。もうだってロープ掴まなきゃ危ないですもん、うん、半端じゃないですか、うん、ここに登るだけでも疲れない、うん、また疲れた。終わりしますか、これで。あれどうしますかね。ちょっと行くだけ行ってみますか。行くだけ行ってみますか。もう一個のところ、うん、ね、せっかくだからね、うん、駐車止めて。あそこは行ったけ。せっかくだ、もう一箇所ぐらい行ってみようか。それで今日終わりにしようか。ちょっと休憩してね。疲れた。どこです。ここ涼しいな。ここ涼しいですね。涼しい。あ、涼しいね。ね。まあ、そんな感じでございました。お疲れ様です。うん。